45年ぶりにオリンピックに出場し、初のメダル獲得を狙うハンドボール女子日本代表。その注目選手の紹介企画第2弾。まずは昨シーズン、日本リーグで自身初の最優秀選手賞を受賞したこの選手。北国銀行ハンドボール部ハニービーの佐々木春乃です。北国銀行のエース佐々木春乃、そのプレーはというと、相手ディフェンスをかわしてのシュート。強靭なフィジカルとスピードでゴールを量産する選手かと思えば、守備に回ると相手のパス回しをカットし、そのままゴール。攻撃も守備もこなす万能型。そして極めつけは空中でボールを受け取ってそのままシュート。万能プレイヤーの佐々木に自身の長所を聞いてみました。自分の持ち味はロングシュートです。もともと身長が大きいので、遠い距離から打つことを、今までの恩師に教わってきた部分もあるので、そこを重点的にやっています。女子ハンドボール界には欠かせない存在の佐々木、東京オリンピックへの意気込みを語ってくれました。東京オリンピックっていうのは、ハンドボールを始めた頃からの夢であり、目標であったので、メンバー入りして今までお世話になった方々に、自分がプレーで結果を残して感謝の気持ちを伝えたいなというふうに思います。オリンピックでは世界を相手に最大限のプレーをします。応援よろしくお願いします。続いてはこちらの選手です。北国銀行ハンドボール部ハニービーの砂見結衣です。ハンドボールの本場であるデンマークでのプレー経験もある砂見結衣。砂見の武器はカットインからのシュート。さらに相手が自分を止めに来るとおしゃれなパスで味方にアシスト。世界でのプレー経験もある砂見にハンドボールの面白さについて聞いてみました。点の取り合いのスポーツで、最後まで勝ち負けが分からないという楽しさというかワクワクだったり、でもまだハンドボールのその楽しさだったりとかっていうのを多分完全に分かってないから、この年代まで続けているのかなっていうのもあって、魅力あるハンドボールをより日本に広げるために東京オリンピックではメダル獲得を狙います。勝って結果を残さないとハンドボールも有名にならないと思うので、やっぱりしっかりオリンピックでは結果を残して、ラグビーぐらい知名度を上げたいなというふうには常々考えています。東京オリンピックでは必ずメダルを取ります。応援よろしくお願いします。最後に紹介するのは京都府京田辺市出身の田辺優希。攻守ともに高いレベルでこなす万能型プレーヤー。ハンドボールの強豪ハンガリーでプレーしていたこともある田辺は、日本と海外の違いを肌で感じたそうです。海外ではもうハンドボールが、日本でいう野球とかみたいに、例えばレストランのテレビだったりとかでやってるので、もうハンドボールはすごいメジャーなスポーツなんですけど、やっぱり日本はまだそういうのはないんで、そういう差があるかなと思います。日本でもハンドボールをメジャーにするために、東京オリンピックでは結果にこだわります。結果をやっぱり出すことによって、テレビで出してもらって、そうやって広まっていくのかなと思います。メダルを取りたいなと思います。北国銀行ハンドボール部ハニービーの田辺幸です。関西代表として絶対オリンピックに出場します。応援よろしくお願いします。